ジョシア・レノルズによる肖像画に基づく絵画、オリバー・ゴールド・スミス。オリバー・ゴールド・スミスは、英国の詩人、小説家、劇作家、アイルランド生まれ。主著に、小説、ウェークフィールドの牧師、喜劇、お人よしと、負けるが、勝ち、長編詩の、旅人、詩集の、観尊業がある。アイルランドで出生、父は牧師。 トリニティカレッジダブジンに何とか入学し無事卒業。聖職者の準備の一環である医学を学ぶためにヨーロッパ各地の大学に行くが、どこも修了できず1756年にロンドンに移住。生計を立てるため1760年から雑誌に随筆を寄稿したところ人気が出て、それを1762年に世界の市民という題名で出版。 1764年にジョシュア・レノルズとサミュエル・ジョンソンが結成したザ・クラブの創立会員となり、調子や喜劇作品を発表したが貧しい生活だけは変わらなかった。小説や詩の他にも伝記も書いた。1774年にロンドンに43歳あるいは46歳で死去した。ありがとうございます。